今度の試合は引き続き勝者が2回戦ですかね。さすがにないよね、3回戦でね。みんなコートに身をまとってます。いや、冬場のファッションってちょっと困りますよね。重ね着しなきゃいけないから、こうコート1枚で前を締めれば別に何も怖くないんですけど、前開けた時のファッション、こうなんか絶望的にダサいと嫌だなみたいな。重ね着ってそういう難しさがありますよね。本当だ、カーディガンをね着てますね、山根選手は。はい、そんなファッションチェックはさておいて見ていきましょう。なんかファッションチェックもこうポケモン味のあるあれでしたね、トークでしたね。さあ見ていきましょう。本当だ、山庭選手のキーコンがこれ中野美久ですね。ちょっとあれですよ、ちょっと前まではねニノだったんですけど、なんかもう美久になってみたいですね。エイム選手はエイムと硬派な、はい、硬派なね、お名前ですね。さあ、親の顔ほど見たカード、ゼロサム対ジョーカー。まあね、スマブラ SP1 年目の聖戦みたいなカードですが、上スマッシュを狙っていくか、かわしてる。手堅い差し合い、上強から指導して RSN が出てきました。横強で接近拒否から、ここは攻めに行く選択肢。ゼロスーツサムスといえばジョーカーの接近を唯一と言っていいほど、ハルセイヌジョーカーの接近を唯一と言っていいほど、なんとか拒否できる性能をギリギリ持ってるみたいな感じですが、ここは攻めに行くヤマニョン。空中後ろを狙っていくが、ギリギリかわして、上必殺技反対側に飛ばすのであればなんとか耐える。空上、着地狩り、果敢に空上。しっかりと軸をずらして着地、横必殺技の着地狩り、ジャンプ読みもかわしていく。上必殺技ブーストキック、高めに出して、もう強気の密着ダッシュシールドを見てから掴みを置いてるヤマニョン。しかしエイム選手もね、掴みされたや否やしっかりと上投げに対するベクトル変更を入れ込んで、なんとか耐えてはいましたが、さすがに掴みを撃墜択として、このね 100% で掴み外そうもんなら撃墜なんですけども、果敢にやってくる。読み切ったならあとはやるだけ、見れちゃったならあとは振るだけというね、山庭選手のプレイスタイルを前に、こうどうしてもこう固まっているだけではいつか掴みを通されて撃墜されてしまうなということで動いてしまいましたが、今度は横必殺が待っていると。山庭選手の攻めのテンポ変更がうまいですね。空中前、反対側であればまだ撃墜はしない。アルセーヌが出てきて、ちょっとこれは山庭選手としてはかなり美味しい展開。M 選手としてはなんとかここで撃墜して、ゲージが消える前に大経由の火力一発入れたいところですが、じっくり復帰台で様子見だが、これはちょっと弱アパレー、一振り弱、超強い。掴みを抜けて火力を 29% と最低限に抑えて、1回目のアルセーヌを退場させるのはヤマニョン。掴みを当てて、ユバカチャ早くないですか、3回入れたら抜けちゃうんだ。クエヌ、クーエ、高い選択肢だったがジャンプでケア、ダッシュ攻撃で差し返しからラインを詰めて空母を狙っていくが、大ジャンプ1回から急降下で着地。クーエヌ、お互い空中技の応酬、こちらもクエヌからクーエ、着地がありえ、空車を見せていったが、上下とだ根元にしか発生に判定がないのでギリギリかわす。クーマ落としから確認早すぎ、大上クーマ落としが一瞬で分かって弱でダウン面を指導するんですか、それはね山にんでも無理ですよ。そしてフリップジャンプを見てからジャンプをすることによって踏みは梅にならないと、対策完璧ですね。M 選手、空母と空母がぶつかってなんとか撃墜しなかったので RSN が出てきたんですが、これは崖を惜しくも捕まらない、背中向きということが災いしました。クーエ
かなり山山選手が空上でワンターンで火力をボコボコボコと取っていこうとする狙いが見えますね。結構ゼロセッサマスはこう空N や、空グラが当たった後は空後で締めて崖展開を作りに行くっていう感じなんですが、山山選手はかなり空上を取り入れてこの着地狩りで火力を取っていく。一気に 85% まで持っていったが空下果敢に2回目の崖つかまりに狙っていく。これはテトラカン違ったところを見逃すわけもなくヤマニョン空下を選択。あの位置で高いパーセントで空下を当てれば、メテオの根策の使用によって相手の方が先に撃墜するから、まあ、ラスト1ストックでもヤマニョンならもしかしたらやったかもしれないですね。今のはもちろん2ストックだったからこそ、まあ、安心して判断できる手札のうちの一つとして懐に温めて動いたものが炸裂したという形です。判断が早いですね。さあ2戦目はライラットクルーズ、ジョーカーがこのステージを選ぶんですね。ゼロスーツサムスの、拒否したいステージとして、シキーさん情報によりますと、まあ、カロスとライラットだよっていう話を聞いたんですが、山宮選手はライラットを残す選択肢ですか。ゼロスーツサムスはね、唯一こう前作での話なんですが唯一穴となっているのが終点だったので、まあ、終点さえ拒否しておけばあとはどこでも戦えるっていう、まあ、あの対応力の高いファイターだったわけですが、今作のルールでは拒否するステージも、まあ、追いつききれず、まあ、終点かこのライラとかカロスどれかが出てきてしまうという格好になってましたが、山岩選手は終点とカロスを消してライラットを選んでいく、ライラットを選んでいくというかライラットを相手に選ばせるような格好でしたね。エム選手はこのライラットクルーズというステージどこまで理解しているでしょうか。弱1段目から空前飛びすぎって言おうとしたけどなんとか耐えてる。ここ横方向がかなりね狭めのステージなので今でも撃墜しても全然おかしくなかったですね。なんとか耐えてアルセーヌも退場、チクチクチクと技が当たっていたのが功を奏しました。空中後ろから横強を狙っていって復帰阻止、空中前から上必殺技、これは空グラでダウンしたところに上必殺技を狙っていきますが外しても何のその2回目の展開で決めちゃえばいいじゃないと、反撃を取られなければ俺のもんだという感じですが、崖捕まりっぱに下スマッシュを選択、空上空上から落として空ゴー、超高いルート下手したら1ストック解けるんじゃないかっていうところでしたが、下ガンにはしっかり上必殺技、発生の早い技で暴れていきます。これジャンプがなかった、ワイヤーベローンってしてあの後キャンセルして台上に乗ろうという魂胆だったのかもしれませんがギリギリ乗らずといった感じですね。ここもライラットクルーズのちょっと難しいところ、つかみからクーグラ空気阻止狙っていく、回避通して空後、これは超リターン、反対側にフリップ出ちゃってる、これは思わぬミスでしたね。とはいえエイム盤石の試合運びで2戦目取っていきました。3戦目もファイターは変わらず、今度はゼロスーツサマス側にステージ選択権、エイム選手は2ステージ拒否ですからやはりここですね、ポケモンスタジアム2が出てまいりました。クーエヌウエスマ、クーエクーエ、反逆ガード1回取ったが1回取ったならもう一発クーエがいけるだろうという判断の速さ、上強でフリップの後隙もごまかして上必殺技、一気に火力を持っていってゲージもわずか5秒で半分に消し飛ばしていきましたが、横スマッシュ、これは展開取って着地狩り、ここで守りの硬さが出ましたヤマニョン、横強で場外追い出すが回避上がり通す、削ったゲージがここで生きる、 67% であれば崖橋横スマッシュと食らわない限りはどうあがいてもジョーカーですら撃墜はできないのでゲージ削りが功を奏した形ですね。空後と空上が勝ち合ってジョーカーが場外に出る、相打ち上等空上置きから空後
ヘッドショットを狙う形だが、シールドをしっかりして、復帰して、空母空母両対応。回避でかわされたなら、その後、一緒に降りて一気に発目が待ってるよと。回避が一回しか出せないというゲーム性を理解しているエイム。その回避を読んだ振り向きつかみは、フリップジャンプでケアして、ガンを打ったのを見てから上必殺技打ちましたね。シールドキャンセル反撃等ではなく、対空で上必殺技を当てていく判断の速さ。上必殺技、空上、移動回避でケアしていく。ガンダッシュから振り向きつかみ、かわして弱でダウン展開だが、じっくり待ってから攻撃起き上がりを選択。さすがに読めない。空母空母からエイハも当たって、乗りに乗っているのはエイム。非常に苦しいヤマヨン。このパーセント関係だと、パーセントを貯めていくと、やつが出てくると、なかなかやるせない気分になってくる。まもなく登場アルセーヌですが、上の空母で場外に出して、この復帰、そして倒せればいいじゃんという必殺技、かわしてかわしてかわして、なんとか20、30にも織り込まれた果敢な復帰阻止だったんですが、ギリギリエイムが帰ってこれました。空母固めをシールドしてからジャンプ、フリップジャンプでしっかり逃げますが、空中前1段目に反応して上スマッシュ、よくあるんですよね。2段技の、空中攻撃に対して、上スマッシュの姿勢がいいと1段目の最中にかがんで割り込めるっていう。ジョーカーの上スマッシュ、発生する前はね、かなり姿勢がいいということで、歩きというかダッシュにしたスマッシュを当ててストック追いついていきました。さあ、ここまでの五分状況であればまだわからない、ヤマニョンのこのね、空上からの空上でのワンタッチからの火力を鑑みるに、アルセーヌが撃墜争いの時にいなくてもおかしくはないこの五分状況。エイムとしては何としてもじりじりとしたゲームでパーセントを常に横に並べて試合運びをしていきたいところですが、移動回避で戻ってきて空上から空母を狙っていく。走行にすぐ空車反撃取って、アルセーヌ登場。 47% 被ダメージがさすがに少なすぎないか、逆なのか、 60% ぐらいでパーセントを温存しておくことによって、空上の一段当たった時、空上の一段っていうか空上が当たった時からの空上空上等でゲージを一気に削り切ろうという三段ですか、三段だったみたいですね。もうなくなりました。エイムがいいゲームメイクができているのかなと僕の目には映りましたが、実は試合を操作していたのはヤマニョン。回避上がり通していく、空中前崖狩り展開、空中前似たようなモーションですね。ガンから回避、すぐに回避で対応、エイハで崖狩り下ガン、これはちょっと苦しい。フリップジャンプでなんとか崖を上がってくるが、空前から空上、怒涛の攻めが止まらないエイム。撃墜力であればかなり引い出たところのあるゼロスーツサムス相手に、この密着展開、反撃起きないように丁寧に技を振っていって空母、さすがにまだ撃墜はしないものの、ヤマヨン苦しい展開、フリップ派生を出していくが、まさかの空上の暴れ、上必殺技で格段取られたら撃墜しちゃうのにっていうところですが、ダッシュ攻撃、着陣通して空母、これはさすがに耐えられない。アヤリン VS シオ、アヤリン VS シオ、10番台で試合です。アヤリン VS シオ、10番台で試合です。ジョーカー単体になったとしても制し切ったのはエイムでした。お見事。